一応様子を見に来たが、鍵開けとくように宇崎に言っといて正解だったな。宇崎も布団で寝た方がいいぞ。おかしい気がするんだけど。なんで同じ布団に？朝起きたら宇崎が隣に。ごめん、もう一回言ってくれる？今度はバッチリ聞いてるから。で、起きたらなぜか同じ布団で。うわっ！うん？やってないです、何にも！本当に、全く何も覚えてなくて。覚えてないなら何もしてないとも言い切れないよね。ねえ。おい、宇崎も証言してくれよ。お前の方が長く起きてたんだろ。いや、私も思い出そうとしてるんすけど。好き。なんでにやけてんだ。うわ、そんな顔してました？そんな素敵なことがあったのか、想像するしかできないなんて。無理やりにでも連れて行くべきだった。うちの娘はどうしてこう。